今回紹介するのはアマゾン世界最先端の戦略がわかるという本ですアマゾンの経営戦略の全貌をわかりやすく解説歩いていける本屋も映画館もない地方に住むとアマゾンほど便利なものはないプライム会員で毎週本を Kindle でダウンロードして読み この本も予約していたら発売日の8月9日自動的にダウンロードされ一気に読んだ毎日プライムビデオのアメリカの最新ドラマシリーズを2本ずつ並行してみており衣服や靴もベーシックなものはアマゾンで買っている結果毎月の個人支出の半分以上はアマゾンに支払っているが 便利で割安なのでついつい消費額は増えていくそのように田舎暮らしの老人の日常生活と切り離すことが困難になっているアマゾンの経営戦略を著者はネット店舗からリアル店舗に幅広く展開する現状について分かりやすく解説してくれる20年前ウォール街の金融機関の IT エンジニアのジェフ・ベゾスが 本の中では物理学者と書いてあるところがあるがエンジニアが正しいネットで起業するのに品数が多く実店舗に対抗できる本屋の通販からスタートしたアマゾンはキャッシュの収入のほとんどを新企業無党の投資に回すことで今や世界の最先端の物流業者であり最大のサーバーを要するクラウドサービス業者 このの部門が利益のほとんどを稼ぐになっている最近では自動運転やドローンによる配送を無人コンビニアマゾンペイの決済や業者向けのアマゾンレンディングといった金融サービスから B2B ビジネスにまで先端のテクノロジーを用いて展開を進めており各部門が独立して業務展開し多角化することで 巨大企業になったもかかわらず各分野での売り上げシェアが巨大すぎるわけではないので独占禁止法に触れることもなく国際間の課税も巧妙に管理して今後ともに成長を続けることを著者は述べるこの本を読んでいくと アマゾンの強みは様々な取引から収集したビッグデータを活用したデータマイニングによる消費者や取引先の情報のビジネスへの活用にあることがわかる実は我々日本人の消費者がアマゾンという米国企業に消費情報を独占的に握られてしまっている可能性があるところに大きなリスクがあるわけであるが 著者はその点については十分には述べていないいずれ我が国も中国や EU に倣ってこのような米国の情報独占企業に対する個人等の情報の国際間の移転等に監視課税や規制等を行うべきであるとアマゾンの経営活動に関する広範な動きをよくまとめたこの本を読みながら思った以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。